はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら矢沢子さんのね、ドライブレコーダーです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はね、あのドラレコの車につけるドライブレコーダーのご紹介ですね。あのこの商品ね、 X2 Pro っていうね名前なんですが、なんとね、あの2画面撮れるということで、前と後ろ、しかもね、あの室内、車の室内を映せる、ドライブレコーダーになっております。さらにね、すごいのがソニーの CMOS センサーのスタービスっていうね、夜間でも明るく映るセンサーがついてるということで、楽しみですね。ちょっと早速開けていきましょう。いや、これね、よく送ってもらうんですよ。あの本当今日はね、商品紹介デビュー YouTuber 的な感じで、この動画ね、最後まで見ていただいた方に特別ね、64GB の SD カードを先着20名まで提供するというコードがねありますので、あの下の概要欄ね見てくださいね。トリセツステデン、おお、かっけー。こんな感じ、これがすごいんよ。この LED の赤外線ライトが4つと、中央に明るいレンズがついてるということで、まあソニーのね、CMOS センサーのスタービスが入ってるということですよね。で、これほら、グリーンと回るんよ。こういう感じで、わ、すごいすごい。ということは両方インカメでも面白いよね。本体はね、結構軽いです。こうも動くんか。こうなりーの。あ、すごいすごい。結構これ動くわ。すごい動く。これ一回ちょっとどんな風に映るか楽しみですよね。で、あと付属品ね。こうマウントするやコード。このね、ステッカーね。これちょっと貼るかどうか悩みどころですけど。よくね、前と後ろのカメラってね、あの本当にあの後ろの座席につけないとダメなんで、あのコードが長くてね、取り付けるのめんどくさいんですけど、今回のはね、もうこの本体だけ電源があればいけるので、これだけね、あのすごい簡単ですよね、取り付けるの。ちょっとこれ簡単、とりあえず車に行ってみましょう。ほいほい。やってきました。車の中です。もうね、実は取り付けました。これ、いや、取り付け簡単。シガーソケットから電源取って、まあ、ちょいとね、結構こういうところ隙間がね、あるんで、手で押し込む感じですね、コードを。そして電源をつけると。早速電源つけてみましょう。なんかもう今2画面になってますね。あ、フォーマットしてください。そうそう、これカードついてないんで、SD カードね、こっから入れれます。もう解像度もね、変えれます。あの、これ500万画素、今デュアルで、1920×1080p、28フレームですね。1080p の60フレームもある。映像で楽しむわけじゃないんで、あの、60フレームだとね、結構メモリーがね、いっぱいになっちゃうんで、28フレームにしときますね。しかもこのデュアルなんで倍取れるので、まあ、結構なデータ量がいっちゃおうかなと思います。メモリーカードの容量心配な方は、これね、ループ撮影、3分おきにループができるというものですね。これね、車内カメラの赤外線ライト、今日はね、オートにしときます。自動駐車監視&タイムラプス撮影ですね。駐車中は自動に駐車モードに切り替え、タイムラプス撮影ができますと。まあ、これ感度は中にしときましょう。うん、すごいシンプルで触りやすい。こう、自由度がかなり高いです。取り付け位置もね、結構困るところなんですよね。この運転してて、この辺って結構やっぱ、あの、できるだけ物がない方がいいので、私はこっちにつけてます。助手席側ね。それで、まあ、これを首をね、室内でも、こうやってね、振ることができるんで、角度調整できるんで、いや、非常にいいですよね。よし。では、早速走ってみましょう。はい、では今からね、高速道路に乗ろうと思います。ここね、神戸の36バイパスっていうところですね。
トンネルが結構多いところなので、暗いところと明るいところ、出たり入ったりしますので、この映像を、参考にしてくださいね。で、このドライブレコーダーね、面白いのが、GPS にも対応してるということで、後でメモリをね、見ることができます。どんな道を走ったかっていうのがわかるんですよね。こんな小さいボディに GPS 入ってるんですね。普通ね、別付けなんですけど、この中に内蔵されてるということですね。ではスーパーナイトビュー、今から暗いところに入ってみようと思います。はい、どうでしょうか。今これ室内側が暗いと思います。もうね、ひょっとしたら白黒になってるんじゃないですかね。赤外線ライトが、これ今オートで反応していると思います。おそらくこれね、夜だったら真っ暗なところで本当にね、赤外線ライトってね、明るく映るんですよね。これだったらね、泥棒とかね、入った時すごいね、鮮明に顔が撮れるので、証拠撮りになっていいと思いますね。でフロントカメラの画角の方はどうでしょうか。広く映ってるでしょうかね。はい、では間もなく、トンネルを抜けます。明るくなりますよ。はい、どうでしょうか。明るく撮れましたでしょうか。多分綺麗に撮れてると思うねんけどな。はい、今ねもう夜になりました。これ映りますかね。あ、これすごい赤外線のところなんか紫色に光ってる4つ。今ねもうとっぷり夜になりました。夜の撮影今からしてみようと思います。ヤザックさんの X2 Pro、 いやこれ夜もね鮮明に映って、取り付けも簡単で、しかも中が撮れるという面白いね、ドライブレコーダーでしたよね。こちらね、先着で20名様まで SD カードが、もらえるということで、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ヤザクさんのドライブレコーダー X2 Pro でした。じゃあね、バイシュー。